こんにちは。今日はコンプレックスを力にしようというそういうお話になっていきます。この時代になって好きなことをやりなさいと、好きなことで成功していこうみたいなことがいろんなところで言われて、やっぱり一番大きな YouTuber の台頭なのかなっていうふうには思ったりもするんですけれども、よく自己啓発本なんかでも本田健さんの書籍とかでも好きなことでないと成功はできないですよっていうことが書かれてたりとか、あるいは YouTube で好きなことで生きていくっていう DJ 社長さんですね、あの人同い年なんですっげえかっこいいなと思うんですけど、好きなことで生きていくっていう50分弱46分か7分かの動画を上げてますけれども、まあ、そういうのってすごく魅力的ですよね。皆さん自身が例えば普段趣味でやってるとか、もう毎日やってても飽きないっていうような、この好きなことでやっていくっていう、好きなことでやって成功してお金も稼げて人も幸せにできて自分も幸せだっていうのはすごく魅力的ではあるんですけれども、やっぱり逆、その好きじゃないことでも成功して幸せを感じて人々も幸せにしているっていうケースもやっぱりあったりするんですよね。だから自分の感情を覚えたこととか、あるいはコンプレックスを覚えたことを消化させるために成功したっていう人もいたりするんですよね。例えば今令和の虎で虎側として出演されてらっしゃる株式会社エーバー代表の林社長なんかっていうのは、高校生の頃ね、予備校に通ってて、で自分は高校1年生の時からこの大学に行きたいんだっていう風に、こうその担当の人から言われた授業っていうのを全部取ったんですよ。全部取ったんですけど、結果志望校ダメだったんですよね。で後から知った事実として、実は 何かっていうと、その授業を取ったら全部受かるんじゃなくて、その授業を取らせることによってその担当の人がこう営業の賞をもらうっていう、もらっていたっていう事実に気づいたらしいんですよね。だからそういうからくり裏を知ったことによって、本当に生徒を合格させるために動いてる予備校ってあるのかなってちょっとした疑問が生まれて、そこからご自身の体験から同じようなことが今後の高校生とか中学生とかに起こらないように、自分で塾を立ち上げて、今授業をやらない塾として200校以上の武田塾っていう塾をフランチャイズで展開しているっていう社長さんがいらっしゃいます。まだ35歳とかそのくらい、すごく若い方でですね、魅力的だなと。いつもニコニコしてらっしゃって、あの令和の虎なんかでもこう諭しながらでもかなり鋭いご指摘もされてっていう、非常に頭のいい方で、こういう人格者になるっていうのは一つのゴールとして大きいものがあるなっていうふうにこう思ったりするんですけれども、ちょっとしたその個人の記憶のベースで喋っていますんで、林社長、あの違う中身だったとしたらすいません、そこはもうボコボコにしてください、はい、もうそれはもう遠慮なくしてください、はい、もう冷え伏しますんで、はい、ということがあって、それをコンプレックスと捉えるのか、負の体験と捉えるのかっていうところもあったりするんですけれども、僕個人の体験としては、僕運動がダメだったんですよ。嫌だったんですよ。苦手だったんですよ。なんでかっていうと、喘息、生じ喘息を持って、今はもう喘息なくなったんですが、喘息を持ってて、小学校2年生の頃なんかは、その喘息がもう発作として、こう季節の変わり目なんかに来るんで、マラソン大会とか走っても、もう学年でビリとかだったんですよね。で、持久力がないから、友達と休み時間とかにサッカーをやったりしてたんですけれども、サッカー好きでやってたんですが、走るとやばいんで、キーパーしかできなかったんですよ。で、友達とかが走り回ってボールを追いかけて、でシュート決めてとかっていうのを見てて、かっこいいなとかいいなとかって思ってたんですよ。本当やっぱりかっこよく走ってシュート決めたかったんですよ。でところがそれを体力とか喘息が許してくれなかったっていう現実があって、もう悶々とする日々だったんですね。ところが、友人に誘われて一世風靡してバスケットボールを小学校4年生の頃から始めたんですよ。で小学校4年生の頃はもうお腹タポタポで、運動もそれもそれはできなかった、しなかった人間ですから、もうそれなりの見た目してますわなっていうところで、当時140センチの45キロみたいなぽっちゃり体型みたいなところだったんですけれども、小5くらいになって体力がついて、小学校6年生になる頃にはマラソン大会学年2位まで上がることができるようになったんですね。喘息は出てたんですけれども、当時まだ中学校2、3年生くらいまで喘息は残ってたんですけれども、中学校1年生から3年生になってからは体力テストってあったじゃないですか。10種目、ハンドボール投げとか 50m 走とかシャトルランとかっていうので、いろいろその10種目あったと思うんですけれども、その3年間で総合 A を取り続けることもできたりとか、あるいはバスケットボールの方だったら選抜チームに入ってそこのキャプテン任せてもらったりとか、地方の大会とか招待試合だったら MVP に選んでもらったりとか、それから小学校
の時は、まあ、残念ながら市内でベスト8程度のチームだったんですけれども、まあ、チームメートとも一生懸命頑張ったっていうおかげもあって優勝することができたと。あの中学校に上がったら市内で優勝することもできて、地区でも2番目、大阪でも上位から数えたが早いっていう順位を取ることができたと思うんですね、まあ、22位とか16位とかですかね、あの中学校の時は、はい、っていう風に自分の足かせになってたもの、喘息という足かせになっていたものを克服するために一生懸命頑張った結果、まあ、全国っていう大規模のところまで行くことはできなかったんで、そこはちょっと口惜しいなっていう部分は確かにあるんですけど、とはいえ自分のいた環境の中でやっぱりトップを、運動という部分トップを走ることができたっていうのはものすごくいい体験だったなというふうに思っています。だからその好きなことで成功していくとかやり続けていくのっていうのは当然幸せなことだと思うんですよ。ところが好きなことをやりましょうとか見つけましょうっていう風なことがあまりにも先行しすぎて、じゃあ自分の好きなことはなんだ、やりたいことはなんだっていうこと、それを見つけること自体に苦労しているなっていう人も少なからずいるなっていう風には感じてます。コーチもやっててそれはすごく感じます。自分のちょっとやりたいことが見つからないんですよ、好きなことが見つからないんですよっていう風に、それって見つける必要あるんですかっていうことを聞くと、うーんってやっぱり考え込む人とかもいたりするんですよね。はい、別に無理して探す必要もなくて、その好きなこととかやりたいことを見つけること自体が苦痛になるんだったら、それやっちゃいけないと思うんですよ、むしろ。はい、それよりも例えば今嫌だなと思ってることとか逃げたいなって思っていることを克服したりとか、あるいは自分の得意に変えるために一生懸命取り組んだら、もしかしたら皆さん自身が思ってもみなかった成果っていうのがつかめるかもしれないんですよね。はい、でそれを実現された時の喜びっていうものは非常に大きいものだなというふうに、まあ、これはあくまで個人的な感想ですけれども、まさか自分がバスケットボールでこうキャプテンをやったりとか選抜チームに選ばれたりとか優勝できたりとかっていう風になると思ってなかったので、あのそういう苦手なことに取り組んでみたら案外うまくいったと。で、苦手ってことはそれをやるだけの時間とか労力とかっていうのはあまり使ってないから単に苦手っていう可能性もあったりするんですよ。喘息って出てない時は普通に動けるんですよね。なのに自分は喘息が出るから運動しちゃいけないっていう風に思い込んでた。ところが喘息が出ない時に一生懸命練習をしまくっていたらいつの間にか上手くなって優勝できるレベルになってたって、だから喘息を言い訳にして動いてなかったっていうだけなんですよね、僕個人の場合は。ですから皆さんが苦手だなとかコンプレックスだなって思っていることっていうのを別に敵意があるわけじゃないですけども、言い訳にしてやらない理由にしてませんかっていうことなんですよ。実はやってみたら案外そっちの方が自分が成功する近道だったりする可能性もあったりするんですよね。ですから本当にこれは やりたくないなとコンプレックスがあると、もうやったらもうなんか自爆してしまうっていうようなものだったらそれはもう取り組まない方がもう当然いいんですけれども、案外ちょっとそこに時間を割いてみたら、あれ意外とこれ楽しいなとか思った以上の成果出るなっていうふうに思うものかもしれませんから、そういうところに自分の行動の指針となるヒントがあると思ってぜひ取り組んでみていただけたらいいんではないかなっていうふうに思います。あくまでヒントですから、あのそれが答えというふうには思わないんですけれども、まあ、ぜひですねヒントとして取り組んでいていただけたらなというふうに思います。ということで皆さん自身の成功のヒントっていうのは一体どこにあるでしょうか。好きなことをやり続けることでしょうか、好きなことをパッと見つけることでしょうか、それとも実は嫌なこととか逃げていることとかコンプレックスにあったりするかもしれません。そんなお話でした。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。